日本鹿児島県薩摩仙台市、東海門町東海門町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧川内市、東向田町。郵便番号は895-0051。人口は300人、世帯数は154世帯。東海門町の全域で、住居表示を実施している。薩摩仙台市の本土側の南西部、川内川の下流域に位置している。 薩摩仙台市の市街地に位置しており、地域の北方には、川内川を挟んで河北町、若葉町、大正路町、北東方には、向田本町、南方には、鹿児島県道43号川内区季の線を、境に、神田町、南方から東方にかけては、西向田町、西方には、西海門町、南西方には、若松町がそれぞれ接している。 町域内には飲食店や病院が多く所在しており、その他にマンションなどがある。阿生駅の南端部を鹿児島県道43号川内区四季の線が東西に通っており、北東の橋を国道3号が南北に通っている。東海門町という町名は隣接する西海門町にある向田神社の通称である海門神社に由来している。 1965年4月1日に、向田町の一部の区域において、住居表示に関する法律に基づきが区く方式による、住居表示が実施されることとなった。それに伴い同日付で、町名、地盤の変更が行われ、川内市、向田町の一部より分割され、川内市の町名、東海門町として設置された。2004年10月12日に、川内市、 東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において、川内市の町、字については、現行通りとする、と協定されたため、名称の変更は行われずに、薩摩仙台市の町となった。 以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。公共施設等は所在しておらず、病院等の施設が点在している他は住宅街となっている。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内には鉄道は通っていない。最寄りの駅は川内駅である。ありがとうございます。